毎度ネギマヨです。はい、というわけで今回こちらフィリアで購入してきたものを紹介します。まあもうね、ここ引っ越してきて約1ヶ月ほど経つんですけど、ちょっとこれやった方が便利そうかなっていうやつとか、あと足らなかったものとかをいろいろねこまごまと購入してきました。というわけでちょっと早速ね、使ってるものがあるんで、まず1つ目、こちらゴミついてないね綺麗なシートなんで安心してください。こんな感じ、あの普通のねカーペットとかをコロコロするやつで、この入れ物とこの中についてるシートが、別売りなんですけど、取っ手のついたこうなんていうの、ガーってやりやすいような、ああいうのが今までねずっとあのイメージ強くて持ってたんですけど、小さいサイズでも買ったことがあって、でも持ってたやつもここにあの真ん中にこの取っ手がついたミニサイズをね前まで使ってたんですよ。でも今この家に引っ越してきてから使うのってカーペットの敷いてるこの部分だけ、髪の毛とかこう抜け落ちてたらコロコロってやってちょっと手の届きやすいところとかに置いといて使うようにしてます。こっちの入れ物の方についてたこの何説明書みたいなやつはもう捨てちゃったんですけど、使ってるねこのテープは粘着力がね強のこのスペアテープっていうものを購入してます。ここに書かれてるなんか普通の床用、あのフローリング用とかカーペット用いろいろあって、で私はカーペットに使うのでこのカーペット用で、しかもこの強っていうやつをね購入してきました。強やからねこのシートちぎるときに結構この粘着テープがビーって伸びたりするんですけど、それぐらい強くって、ただコロコロをかける範囲が広いっていう方やったらこれは向いてないかも。こう取っ手があって伸ばせるんじゃなくて、普通にそのままねその位置をこうコロコロってやるだけなんで、こう小規模の範囲をコロコロしたい方にはすごいおすすめ。じゃ次3点目がこちらです。蛇口小物ポケットっていうやつ。前の家と今回の家ちょっとだけなんか蛇口の部分とか変わってて、あの集合体恐怖症の人気をつけてください。ここ下にもね穴が少し開いてるんで、あのスポンジとかをここに入れて、で蛇口のところにね引っ掛けといて、あこれいけるわ、めっちゃ見落としてたけど、こうベルトになってるみたいです。ここちょっと隠れてるけど、こうチラッと傾けたら出てきて、これを外して蛇口のところにね引っ掛けれるみたいです。だからまあ割とどんな形の蛇口とかでもいけるんか。私普通にこのまま引っ掛けるもんやと思ってた。前に使ってたものはもう古くなってて、ちょっとなんか錆びてきてるなって思ってたんで、処分して今回新しくね買ってきました。で、こちら油の固めてポンっていうやつです。普通にスティック状の、スティック状じゃなかったわこれ。こんな感じで粉が入ってるんで、天ぷらとか揚げ物した後のこういう油ね、油が冷えた後にこれを、冷えた後なんかのこれは熱いうちに入れるんやって、危なかった。熱いうちにこれをバーってやっといたら、ほっとくと普通になんかゼラチンみたいにねこうドゥルンって固まるんですよ。ちょっと見た目あれやけど、これであのこのまま何普通に燃えるゴミとして処分できる。油だけやったら処分できひんけど、固めたら処分できるよっていう地域とか多分多いと思うんで、このね袋が3つ入り3回分のね揚げ物を処分できます。今までねこうなんていうんやろ、スポンジ型の吸い込ませるタイプのやつ使ってたんですけど、たまにはこの粉システムのやつも使ってみようと思って、なんかごちゃごちゃしてるからすごいバラバラなりそう。次こちらダストボックス、ゴミ箱です。ワンタッチでこうパカッとね開くやつもなんかセリアであるっぽいんですけど、それはね今回行ったお店売ってなかったんで、この小さいサイズ、普通のねちっちゃめのポリ袋とかをここに入れて机の上にポンって、これはね編集する時とかご飯食べる時に使ってる机に置いておこうかなと思って、化粧もねここで最近はしてるんで、ちょっと拭き取った後のティッシュとかを入れるのにちょうどいいサイズ。次こちらの換気扇のフィルターです。これはもう説明いらない、このままの通り何個かね買ってたんですけど、引っ越してきてからちょっとあのこのフィルター足らんなと思ったんで追加でね購入してきました。裏面にねこの使える換気扇の形の種類とかもちゃんと書かれてます。次は黒いゴミ袋、これも30枚入り1つ買ってきました。次が奥ダニ取りシートっていうものを買ってきました。こういうのどうなる、使ったことある方いますか。絨毯とかクローゼット、あとペットハウスとかにもね使えるみたいです。あこっちに大きい説明あったわ。粘着力とかではないみたい、普通のこういう布フェルトみたいな感じのやつがあって、でダニを取ってくれるやつ、だいたい3ヶ月ごとにね交換するみたいです。
ちょっとこういうのベッドの下とか、あとまあこのカーペットの下から試してもいいし、やってみようと思って。まあダニでね、あの肌がめちゃくちゃこうバーってなったことあるかって言われたらそうでもないんですけど、まあないに越したことはないと思って。あ、そうや、でこれもう一枚買ってました。次が抗菌マスキングテープ、使い方とかここら辺に書いてるんですけど、これねあまり見かける機会がなかったんで一応ね買っておきました。で次が玉ねぎの保存用バッグとじゃがいも保存用のこの袋です。前の家でもねこんな感じのやつ使ってて、玉ねぎとじゃがいも全く一緒のね入れ物にしちゃってて分かりづらかったんで、もう今度はね絵ですぐこう判断できるようなやつを購入してきました。あ、これおすすめ。袋とか開けた後に普通にこう閉じるやつ、使い方がこんな感じになってます。押して挟むタイプのバネが入ったやつとかもあるんですけど、それやったらちょっとあの口の部分とかが厚みのあるやつだとすごいめちゃくちゃギュって絞ってからこう止めることしかできなかったんですけど、これやったらそれよりかはまだちょっと軽く締めるだけでパチッとね止めてくれるんで、バラバラのねカラーなんですけど、まあ一応モノトーンっていうかバラつきはねそこまで気にならない色合いかなと思います。あ、そう、これ自分の使ってる IH のコンロのところに入り込むかは分からんけど、この間のところってやっぱりこう油が入り込んだりとかちょっとしたゴミとかが入ったりとかで、すごい隙間がね小さいから爪楊枝とかでやってもなかなかね時間かかってきたりするんですよ。で今はその前にね東急ハンズで買ったそのマスキングテープとかを貼ってて、そこはしのいでるんですけど、こういうのあるんやったら便利そうやなと思って。で次、これはもう前からね何年も使い続けてる、今使ってるのはポリ袋を入れたりとかで使い捨てのね手袋をちょっと持ってくるわ。はい、ずっと使い続けてるやつ、これ汚れてて汚くなってきてるんですけど、こっちにはこういうポリ袋とかをね入れてます。洗い場の排水溝に溜まったゴミとかをここに入れてポイってしたりとかするよ。でこっちの四角いタイプの方には、これ業務スーパーで買った使い捨て手袋なんですけど、これをこうちょっと折りたたんでね入れてます。ティッシュみたいにこう1枚ずつピッてね引っ張れるんですよ。これがすごい便利 で最近ね実家でもお母さんにこの方法いいよっておすすめしたんですけど、ここにこの大きい方ね、なんか 3,4 段階ぐらいのサイズ感があります。普通にいつも自分が使ってるマスク、これねあの特に小さいサイズとかでもなく普通のねレギュラーサイズのもので、マスクをガバッと取りました。あの小さいサイズのマスクとかやったらこれにね全部あの箱ワンボックス丸々入るんですけど、レギュラーサイズとかやったらちょっと種類によるけど入りづらいかも。全部は普通にこんな感じでね、ちょっと山折りこういう感じにして入れる。そしたらこれもまたね閉じた時にティッシュスタイルで今日使うやつをピッてねすぐ出せるんですよ。50枚入りのこのマスクでちょっと数枚使ってたんで、ここに多分30前後ぐらいは入ってるかなっていう感じで、しかもこれちょっと厚みがあるマスクなんですよ、多分1枚1枚だから余計ね入れづらさはあるけど、私がね使ってるこのポリ袋入れてるやつと全く同じサイズ感のものです。次が、割りマス25銭分買ってきました。今もお箸とか出てるから当分使うことはなくて、まあ、避難用グッズにちょっと忍ばせておこうかなって思ってるんですけど、あの引っ越ししてきた当初はまだお箸とかキッチングッズとか全部がいろいろこうなんていうの、全部を片付けきれてなくって、で割り箸とかに頼ったりしてたんでね、意外とやっぱあると便利やなと思って。あとちょっとね同じ種類この S サイズっていうのが多分一番ね下がりづらくって使いやすいんですけど、これ残り1個だったんで違う種類 M サイズかなでゴム手袋買ってきました。ここまで肘くらいまであるねゴム手袋で、いつも私ね日常動画とかであの食器洗う時に使ってるようなやつ、絵柄が違うだけ、基本的にいつも100均でね買ってます。で次面白いなと思ったのがこのねおかずカップ、お弁当とか作る方とかやったらもしかしたら詳しいかもしれない、こういうのなんかねちゃんとサイズとかもここに書いてくれてるんですよ。だからそれに合わせてこういうおかずの入れるケース、四角いタイプのものですね、チェック柄のスイマー味のある6号サイズのカップで、これが9号の星の絵柄、ちょっと見づらいけど何色かこうカラーがあります。
で最後に8号サイズのこのシンプルなね、結構キャラクターの爆誕感謝祭とかで、あのまあお弁当を作ることはそんなないけど、漫画の中に出てくるお弁当とかもたまには再現したいなと思ってて、でそれ用で最近お弁当箱とか買って、やっぱお弁当箱にはこういうのあるとねすごい便利なんで、これもまた一回洗ってからねちょっと移し替えようかなと思ってます。あ、でそう紛れてた、これがただ普通のマスキングテープです。これさっきのやつ、これ2個ね買ってました。同じ厚みとかも全く一緒ですね。このこれ2つと普通のマスキングテープ、はい、でこれが排水口ネット、お風呂のあのこっちのネット用をいつも使ってるんですけど、真ん中に髪の毛が溜まるよっていうくるくるって螺旋状にねシャワーとかで流れていくやつ、ああいうのもあって、あれも気になってるけど、あっちってこう表から見えるタイプのやつかなと思ってて、それやったら内側のところにこのネットで忍び込ませておいた方がいいのかどうかっていう、ちょっとこれも迷ってる。一応お試しでねこういうネットを買ってきました。でこれちょっと涼しそうだったんで2足買ってみました。グレーとホワイトで靴下です。これが消臭シート、これもねなんかもうちょっと厚みのある箱っぽいやつとか、あとこれはねこういうシートの薄いタイプになってるんですけど、試してみようかなと思って一つだけね購入してきました。これもう一個買ってた抗菌マスキングテープの、さっき買ってたやつよりもうちょっとねあの細めのタイプのものです。で最後かな、このネイルシールのフラワーっていうちょっと黄色っぽいやつ、最近ねあの黄色いヘアゴムとかにハマってるんで、ちょっと爪もそろそろ合わせようかなと思って買ってきました。今もね普通にジェルネイル、あの前からね動画とかでもやったりしてたファンカラーのこのブルーのカラーの上に100均のシールをね 2,3 種類ぐらい組み合わせました。例えばこの親指やったら何個かこうパーツがついてるように見えると思うんですけど、実際はこういうシール1枚だけ剥がしてこれなんですよ。だからもしデザインいいってもし褒めてくださる方がいるとすれば、100均のそのシールのデザインがいいだけなんですよ。マニキュアとかされる方でもこういうシール全然使えるんですけど、やっぱりトップコートとかを何回も重ねていかないとすぐね取れやすいんですよ。こういうのこういう厚みのあるタイプのパーツってやったら、マニキュアとかやったらこういうほんまにね薄い厚みのないシールとかの方が向いてると思います。ぷくってした感じのやつはジェル向きかな、気をつけた方がいい。というわけで今回100均の購入品紹介でした。まだまだねいろいろ試行錯誤しながらね生活しやすく改善していこうと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイドー。